おはようございます。今日は予定通り30分ぐらいで終わります。早起き7時起きた起きたよ、ちゃんと。今日見に来れた、よかった。曜日によって違うの、時間が。皆さんもお仕事前におはようございます。マスオさん、ハイビスカス。太陽さん、ハイビスカス、ありがとうございます。ちょっと待ってよ、よし、ハイビスカスありがとう。しんいちさん、赤のだるまありがとうございます。おはようございます昨日作っただるまたちと、いっぱいだるまたちと、タコさんと、ハイビスカスと、あとバラとハートと音符も探し出してきたゆすさん、ハートありがとうございます。おはよう。マスオさん、50年のありがとう。おはー、そう、昨日折り紙で作ったんです、お昼に。前髪長い、もう分ける。おはよう、グルト。折り紙得意かな。日焼け止めとしてあれを塗ります、下地を。メイクするわけじゃないけど日焼け止め代わり。違うのよ、今から出るの肌が白くなるぞ。おはようございます。川俣優奈の適当メイク、めっちゃセミナー出るゆすべさん、お疲れ、ありがとうございます。日焼け止めクリームはなんかママが使ってるやつです。ゆすべさん、かわいい、ありがとう。日焼け止めはね、メイク紹介とこちらです。サンカットスーパーウォータープルーフこちらです。この日焼け止めを先に塗って、これがこれはなんか白くして、これが SPF30 みたいなあるんですよね、ちょっとだけ日焼け止め効果が。だからいっぱい重ねて塗ると顔が白いまま保てます日焼けしません。おはようございます。
日焼け対策。肌がどんな色になってるか全然わかんないけど、まあ大丈夫でしょう。今日はお出かけです。そう、30に塗ったらだいぶ焼けないんです。ここはよく焼けます。鼻は。鼻はよく焼けるので気をつけましょう。さんハートありがとうございます。首はね、日焼け止め塗った。首は焼けないように帽子かぶって、ここにこうタオルをかけるんですよ。そしたら横からは焼けない。後ろから照ってる時はこうやってかける、普通に首にかけて。やすべさんメダルありがとうございます。もう起きないといけないのに目が開きません。起きてー起きてー。マックスたぬき2065さん、あれ、あと緑のドルマありがとうございます。ピンマイ声のメイク本当いつもと変わんないんだけどな。今日はお外です。日傘持ってくけど、させればって感じ。新谷健さん50年のありがとう。松さんハイビスカスありがとうございます。アクスタとうちは届くの早くない？眉毛を整えます。ジゲジゲ眉毛を整えます。以上以上終わり。配信してるので軽くリップも塗りましょう。ピンク完了。どうせマスクするから見れないんだけどね。折り紙の金メダル作ろうかな。ありそう、メダルの作り方。ほっぺたぷにぷにさんだるまありがとうございます。あきらさん50年のありがとう。お仕事ではないよ、普通に勝手にお外に行ってきます。そう、ゆな夏楽しむよ。あきらさんハイビスカスの輪っかありがとうございます。ストーチ大大大好きさんハートありがとう。あやさんかわいいありがとう。目が覚めました、よかった。おはよう。メダルね、ありそう、作りたいな。金色の折り紙あるっけ。ああるかも。ちょっとボロボロなのは、あ、見えてなかった、よかった。もうさ、小学生とか幼稚園の頃から使ってる折り紙の袋に詰め替えて使ってるんですよね。だからボロボロ。
銀だったらあったな、テカテカが。あ、あるあるある、金あった。金メダルで作りますかね。マスク、タオル、サングラス、キャップですね。マスクしてキャップかぶってサングラスして、サングラスはでも目が痛くなってきたらかな、こううーってなってきたらする。鈴木一郎さん50周年のありがとう。気をつけます、しっかり冷たいもの持ってって。ゆの高三です、高三です。そう、関東の方台風大丈夫ですか？雨風などなど気をつけてね。キヨ兄さん、メダル、金メダルありがとうございます。折り紙ここに置いてるんですよね、今ショールームグッズを置いてて。ここにゴケザリーさん、グッドモーニング。ゆうなちゃん、ヤッホーハロー、グッドモーニング、おはよう。みんなサングラスデイズ。そう、安部さん50年のありがとう。え、そう、マジで不審者の格好なんじゃけど、日焼けせんためにはそれしかない。あとマジで直射日光の場所しかなかったら、この上にあの腕抜きっていうの、白いやつをします。おばちゃんがよくしてるやつします。そうね、オリンピックめっちゃ金メダルあるけん楽しいよね。楽しいっていうか、なんかワクワクするよね。高校最後の夏。そう、川田選手だっけ、アーチェリー、エディオンの方よね、エディオンの方、エディオンの所属の方だったっけ。すごい、団体だったっけ。すごいよね、日焼け対策バッチリです。新一さん、ハートありがとうございます。日傘も一応持っていく。どこ行くか分かった、本当行ってくる。エディオンの方です。そう、え、そう、スケボー13歳の子、めっちゃ可愛い、もみじちゃん可愛いですよね。でもすごい、金メダルって、13歳で金メダルってすごいよね。あ、新一さん、お仕事頑張ってね、頑張ったね。そう、ゆなが恋ラジ出た日の電話じゃなかったっけ、多分電話インタビューだった気がする。注目してる競技、え、でも、うん、なんだろう、陸上が気になる。なんだろうね、なんかあんまり今回オリンピックっていう気がしなくて、あんまりなんですけど、でも陸上は気になるかも。リレー、 4×100m リレー気になりますね。スケボーの子ね、かわいいね、名前かわいいよね、もみじちゃんって。しかも漢字があるのをびっくりした、もみじちゃん、あれかと思った、紅葉って書いてもみじちゃんかと思ったら違ってた。柔道とサッカー見てます。あ、サッカーも気になるかも。でも全然その日程とかを把握してないんですよね、一日中テレビ見てるわけでもないし。そう、全然、そう、あ、陸上後半なんだ。陸上は私もしてたからちょっと気になるんですよね。扇風機すると鼻がね。野球ももうすぐだよね、多分日本代表のチーム対巨人とかでやってて、そう、もうすぐだーって思いながら、もう私今高校野球にドハマりですよ。高校野球が楽しくて、オリンピックより高校野球ですね。
広島なんか1日日程がずれたんですよ。だから決勝が8月1日になりました。陸上してた。これもとかも全部陸上の冬の時に着てたやつを長袖だから夏の日焼け対策として着て。自転車競技はね、私速いの苦手だから多分競技向きじゃない本当に長距離サイクリング、勝手に長距離サイクリングに向いてるんだと思う。多分本当に速いのが怖いんですよね、自転車乗ってると。お、5日目、ゆな夏5日目、ありがとうございます。そう、全員変わっちゃうからさ、強豪校とか言っときながら、なんていうの、今年みたいにさめっちゃ変わったりとか、あと毎年なんか注目選手も出てくるしさ、面白い。これそう、暑いけど日焼けはしっかり効く。今年まだ焼けてない方なの、私的には。なのにね、ピンマイカーと並んだらめっちゃ黒くて悲しかった舌もね、見せれるかな、やめとこ。足つりそう。長ズボン、レッスンの時とかに着る長ズボンを履いてるんですけど、長ズボン、なんていうの、トレーナー、スウェット、なんて、長いやつを履いてるんですよ。なのに、だから焼けてないと思ってたのに、焼けたって言われて、マジかーって思って。ピンマイカーみんな白いから、そう、悲しいよ。近くさん、おはようございます。近くさん、いってらっしゃい、頑張ってね、お仕事。選抜出た新庄、広陵、広翔、そう強いんですけど、今年は広陵も広翔ももう負けてしまって、ベスト8どこだっけ、才能、紅葉、東、新庄、瀬戸内、市暮、総督、ギキタと、どこだったかな、あともう一個ぐらいしか残ってなくて、今日スクショの調子が悪い、半目だ、私が半目をするしとるんかな。みんな白すぎるよね、もうちょっと健康的な色になろうよもうちょっと健康的になろうよ、マジで白い。でも元が白いっていうのもあるんかなと思って、私元が黒い方だからそれもありそう。日焼け対策大変そう、私トーナメント表も書いてるから見たらわかる。あとどこだったかな、キキタとどこだろう、クレー、総督、キキタ、高大校だ、ベスト8、今日でベスト4が決まるはずだったけど、才能対紅葉東が延期になったので1日ずれる。明日のあれでベスト4が決まるのかな。夏は基本長袖。広島負けたんですよ。広島は総督だったっけに負けたんですよ。で、広陵は紅葉東に負けた。びっくりなんですよ、マジで。健康的な黒さ、これ以上焼けないようにしますね。そう、なんでかわかんないんだけど延期、明日になったんですよね。本当は今日4試合あるはずだったんですけど、3試合になって、その1試合はまた次の日って。なんでかな、球場の問題とかなのかな。そう、そう、マジでピンマイカーでよかったなって思った。ちょっとリトチャーとかでさ、めっちゃ黒くなったらちょっとヤバそうじゃない、えみたいな可愛い子ばっかりなのにさ、え黒みたいな、
ピンマイクはまだまあスポーツユニットって言ってるから許されるかなみたいな そう、許されるかなって感じ。え、まひなさんとあんまりお話ししたことない。一回舞浜の時に、舞浜の時めっちゃまだ全然喋れない時に頑張って写真撮ってもらって、その後ちょっと話したんですけど、それぐらい。あと4日、31日、岡山、え、今日は27、31か。地元福岡は今日決勝です。そう、広島ね、ちょっと遅いかな。まあ出場校が多いっていうのもあるんだけど、ちょっと遅いかも。でもまあまあそんな一番遅いとかじゃないと思うから。あ、あきらさんお仕事頑張って、かまったね。スポーツの要素感じるのゆねえなぐらい。本当？それはいいやなんかリトちゃんはさ、なんかもうふわふわした、なんか天使のような子たちの集まりじゃん。だからなんかそこに黒いのがいると、えみたいな、この人なんでこんな黒いのみたいな、なんで日焼けしてんのみたいな焼けすぎでしょみたいな、もうちょっと女子力みたいななるかなと思ってリトちゃんは女子力が高いのかな、そういうこと。そう、さあ女子っていう子たちじゃん。そうリトちゃんには何があっても入れない。ミニスタジオはさこちゃんがでもぼちぼち黒い方じゃない、焼けとるよね、あん中じゃ。中学生だし。え、マジもうさこちゃんと隣がいい、並ぶなら本当に。そしたら黒く思わんのんじゃない、焼けたって思わんのんじゃない。さこちゃんと私は一般的な子、一般的な学生の焼け方をしてるそう、履正社と大阪桐蔭楽しみだな。準決勝じゃなくてまだか。四国ガイドは微妙。四国ガイドなんかでもあんまり四国のこと詳しくないな。愛媛ぐらい。なんか四国めっちゃ詳しいですかって言われたら詳しくないけど、瀬戸内の大体の観光地は行ってる気がする。結構ドライブ、あ、でも徳島行ったことない。高知は坂本龍馬のところになんか行ったことがある。バーバが運転してくれて愛媛から行きました。徳島は行ったことなかったはず。香川はレオマワールドに行ったかな。四国はあんまりですね。愛媛ぐらい本当に。でも山口とか岡山とかはわかるかな。なんか多分他のメンバーよりもめちゃめちゃ旅行してる方なんで、方だと思う他のメンバーがわかんないけど。そう、やった、真っ黒になっても押してくれますか。大学生から年中白い人多くなるよ。やだやだやだ。ももちゃん白いよね、絶対日焼け止め塗りたくってるパターンでしょ。もう言うな、帰りいいやって感じだからさそれがいけんよね。ゆのゆのより焼けないこと、マジで焼けていいよ。香川のね、レオマワールドに夏休みにおばあちゃん家に行く前にこう広島から岡山の方行って香川のレオマワールドで遊んで
一日遊んで夜中におばあちゃん家に着きました。愛媛のおばあちゃん家に。楽しかった。さこちゃん高校生になって真っ白になったらどうしよう、どうしよう、私もどうしよう。サトシンでハニャンさん、ハートありがとうございます。龍馬の入り口のエスカレータービビる。そうなん、あんま覚えて、あ、なんかめっちゃ登るやつだっけ、長いやつだっけ、あんま覚えてない。おはようございます。もう30分になるかな、ランキング読もうかな。レオマワールド行ったのいつ頃だったっけ、小学生とかだった気がする。私本当に記憶がないんですよね、マジで。一回記憶喪失になったんじゃないんかっていうぐらい記憶がなくて、どこに行ったことに対してもやばいんですよね。8月1に暗闇から見つけてね、同化しとるけん。ユナも見つけてね。黒いのはユナへ、多分ユナかさこちゃんか。23から25の広島です。腕が真っ赤に日焼けしました。真っ赤って痛くない？私すぐもなんかね、自然と黒くなってるんですよ、次の日気づいたら。そう、野球はマジで焼ける。レオマワールド、そう、お仕事頑張って。最後にね、もう行くの？最後にね、ランキング読もうかな。じゃあランキング読んでたらいい時間かな。おはようございます皆さん。おはー、皮むけるのは痛い。私まだマシな方だな。真っ黒にならないから。あ、真っ黒になるけど真っ赤にならない。ありがとうございます。それではランキングいきます。13位ナスノさん、12位アッキさん、11位フラペチーノさん、10位青木地さん、9位タンニさん、8位キヨニーさん、7位テルイさん、6位ミユさん、5位カズさん、4位ユマポンさん、3位アキラさん、2位あやさん、1位やすべーさん。はい、壇上の皆さんありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。はい、ということで今日も朝から配信見に来てくださった皆さんありがとうございました。せーの、皆さん、はい、それでは皆さんお仕事頑張ってね。恥ずかしい。それでは頑張って行ってきてください。頑張ってね。それでは配信終わります。5、4、3、2、1、かわまたね。ありがとうございました。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ってねー。